はい、なんかじゃあ、ま、俺ね、はい、俺もだからまたさあれだったんでひどいんだよ、はい、なんか日テレのさ、はい、もう俺だからもうそういうのにもう答えるのやめようと思ってさ、俺もうちゃんとやってきたのにさ、はい、そんなことするんだったら俺ももう知らないって、もう俺、うん、事務所通してくださいって言おうと思ったことがあって、なんかさ、ま、日テレのさ、はい、日テレの関係者しか来ない、来ない駐車場にさ、雑誌の人がいてさ、待ってんの、はいはい、と思ったんだけどさ、まあ別にさ、まあ、もうお互い仕事だしさ、いいかと思ってさ、どうしましたって言ったらさ、ヒロミさんと共演 NG って本当ですか？いやいや、またですか？それ、え、まあ、それまたそれかと思って、はいはいはい、このラジオでまた言ってっからなと思って、はいはい、まあ、なんですか、いやそんなことないですよって答えて、はいはい、どうですか、あのヒロミさんのことどう思いますかって言うから、いやモノマネの番組とかで結構お世話になってるし、うん、先輩だから尊敬してるし、ありがたいですよ、もちろんです、あ、そうです、ヒロミさんにちょっとなんか噛みついてください、ね、いや別に、いや何もないんですけど、言った、あ、そうですか、ありがとうございます、あ、どうもお疲れ様ですっつって、こっちも向こうねぎらってさ、別に悪い態度もしてないのよ、名刺よこせみたいなことも俺言わずに、もうその人はもうそこの、そういうその名乗った雑誌の人なんだろうってもう信じて、ここもう不法侵入じゃないですかとかいうこともなく、あ、そうですかっつって、あ、はい、じゃあもう、あ、はい、どうもすいませんっつって、はい、終わった、うんうん、さあ記事載って、えそしたら、うん、あの有吉はなんかいい人で有名で、はい、あの普段はそう噛みついたりないんだと、はい、で、あの本誌の取材に対しても、はい、なんかその穏やかななんか感じで、で最後ヒロミさんに噛みついてくださいに対しても、はい、いえいえ何もありませんとなんか謙遜した模様だったみたいないや、それさ、それひどくないもう何言ってもダメですね。だからさ、もうそんなんもうすんな、もう俺もうそうしようと思って、もうすぐそういうふうに言うから、はいはいはい、もうじゃあもう何でもかんでも、もう、うんうん、あ、すいません、もう事務所通してくださいって言おうと思って、うんうんうん、あ、なるほど、決めたんだって。俺がもう牙を抜かれた、はいはい、もうふにゃちん野郎だみたいなこと書かれるからさ嫌ですねそれ。そうだよ、俺だって真摯に、うん、真摯ににこやかに対応してる、なんか、うん、はいはい、にこやかにちゃんと普通に対応してんのがさ、なんかもう、はい、あれだよ、もうなんか、はい、なんだろうな、弱々しい、もう弱り切った笑顔みたいなさ、うん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 、どう思ってるんでしょうね、有吉さんのことって言われるからさ、はい、参っちゃってさ、嫌だよ。あるんですね。あるね。やっぱ怒ろうっていうそのエネルギーはさすがになかったですか、そこでは。うん、なんかそこで怒ったらさ、はあ、なんかもうすげえ喜ぶじゃん。ああ、なるほど。早速、うん、欲しいものあげちゃうじゃないですけど。いや別にね、でも朝だしさ、もう。もうちょっと嫌ですね。驚くじゃん、なんかそんなところにいたら。はいはいはい、えっと思うじゃん。はい、あ、なんですかって言ったら。まあそうですか、まあ、怒ってもしょうがないし、まあちゃんと普通にじゃ答えてれば、まあ別に何でもないことだからなと思ってさ、ヒロミさんと共演 NG ですか強いですね。いや向こうもでも結構爽やかな感じで来るんだよね、はい、朝向きの人を起こしたんでしょうね、うん、きっと、うん、そんなのなんかあれだからさ、もうだからもうそうしようと思って今後もうその人のせいで、うん、コメントもらえなくなっちゃいましたね。ちょっとマネージャーとしてもらえますか。ああ、ちょっとそれは向こうの世界からしても難しくなっちゃいましたよね。いや、うん、はい、結構やってたよ。だからなんかガールズバーの店長と付き合ってるんですかっていう時もいやいやいやってやってたの前他の雑誌の時も、はい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 、もうやだよ、もうもうこうしようかな、はい、タイムマシン3号通してくださいって。すげえ困ります僕ら。いや来るんですよね。いいです、僕らが正門としてデッと待ってますんで、待ってきた、もう事務所通してくださいっていうのもなんかもうタレントみたいでさ、はい、なんか恥ずかしいからさ、はい、すいません、こういうのはもうちょっと一回タイムマシン3号通してもらいますから、ね。どうします、僕らもう本当週刊女性って僕ら来られてもね、来られてもお前らがだから対処してくれりゃいい。僕らが OK だと思ったら通しても大丈夫なんですか。ヒロミさんと NG 今日 NG なんですか、はい、お前らの考えでいい。まあ俺かもしれませんね通す通さないじゃなくてしょうがないよ、僕らが見るにやってくれりゃいいんだよ。主観でいいんですか。
いいよ、主観でいいよ。主観でいいですか。有吉さん UFO 見たって最近言ってますけど、まあ見たんでしょうね、じゃあ。マジでなこと。いいですか。コーヒー好きなんですよ、有吉さん。実はね、浅い知識を。ですよって。まあまあそんなこともあります。まあね、この半年で一番噛みついたことを募集してますけど。はいはい、あとね、はい、ツイッターでちょっと写真載せたんだけどね、はい、アンガールズの田中とのぶしこぶしの吉村とね、はいはい、あのロサンゼルス、まあ、旅行行ってたんだけど、うん、正月、うん、その時になんか三つ星レストラン行ったの、はい、あのロスで、はい、せっかくだから行ってみようぜっつって予約して、うんうんうん、それさ、その後吉村がさスーツ買ったから、その時に、はい、三つ星レストラン行く用の、はい、じゃあその後も吉村が、あのせっかくスーツ買ったんで日本帰っても、うんうん、ちょっと1年1回とか半年に1回ぐらいはそういうレストランに行ってみませんか、もうみんないい年ですしっつって、うんうんうん、そのスーツを着てって言うから、うーんってごねてたんだけど、はい、先日電話かかってきて予約しましたと、うん、おもうでスケジュールも知ってますと、うん、今日アンガールズ田中さんと散歩ですよねっつって。おおすごい。その後何もないの知ってますから、はいはい、ここ取りました何時に、うんうん、レストラン三つ星レストラン予約しました、はい、来てくださいって言われて行ったのに、だからおースーツ着て、でスーツ着ないと入れないって言うから、あドレスコードがあるって言うからでさ、はい、いやさ行きゃさ、うんうん、まあ緊張するんだけどさ、うん、飯食えうまかったなってなるんだよ、うん、それは分かってる、それは、うん、だけどさ、その3人でさ、このいかにもモテなさそうな3人がさ、うん、スーツ着て、はい、三つ星レストランに入る恥ずかしさね、うん、さ恥ずかしいですか。まずどこ集合で、はい、かなって吉村に聞いたらさ、はい、店の前に集合だって、あんまつかないですね。ないですよね。俺としてはさ、どっかなんか一回ちょっと影ないかなって影がないかなって、いや影ちょっと分かりにくいんですよ、店の前集合だって言うんで、でもね、いつもなら俺はもう10分前とかに行くんだよ、はい、8時集合だったら7時50分にはもう絶対行って、うん、俺が待つんだけど一人で、さすがに待つのが嫌でさ、うんうんうん、8時集合だったから8時5分に行ってやったの、もうそしたらもう2人いるだろうと、うんうん、さあ案の定もう吉村一人でもタバコ吹かしちゃってさ、うん、まあ、だからさ、さっと入ったで田中も合流して入ったの、うん、さあやっぱりギョッとされるね、やっぱりおお、店になんか、まあ、ああいう店だからさ、なんか荷物預かるような大きなクロークみたいなとこあってさ、うん、お姉さんが3人ぐらいいるんだけどさ、はい、俺ら3人がスーツで入ってきたのはさ、さすが三つ星レストランのさ人でもさ、ギョッとした顔するのへえ、へえ、恥ずかしかって店通されたらさ、結構もうそんな高いところでもさ、やっぱり流行ってんだね、うん、いっぱいお客さんいんの、へえ、もう俺顔うつむき加減でさ、はい、まあ、スーツだから帽子もかぶるわけにもいかないからさ、はいはい、野面だからさ、もう咳したふりして顔を隠してさパッとレストランの館内見るとさ、真ん中の席が空いてんのよ、はい、怖いね、いや真ん中の席なんてもうこんなの晒しもんじゃん、はい、いやなんだ、真ん中の席だったら俺もう帰ろうと思ったおおさ、なんか向こう気使ってくれたのかな、とっさなのかな、もそもそもなのかな、一番端の席用意してくれてさ、おはあ、なんか良かったんだけどさ、はい、でも金も俺が払うのよ、はいはい、うんねえさなんか終盤全部ご飯食べてさ、はい、まあ、もう俺はもう全員に背を向けたポジションに座っているから、うん、もう気になんなくなったから、はい、普通に話してたんだけどさ、うんうん、美味しい美味しいっつってじゃあんだけど、最後デザート出てきた時にさ、うん、サプライズでさ、ろうそくがついたケーキが出てきて、わわわわわ、二人が有吉さんちょっと1ヶ月遅れですけど、うん、ありがとうございます、ハッピーバースデー歌う、あらら、これはめでたい、自殺しようかな難しいんだけどさ、よくよく考えて、はい、これどうしたのってさ、うん、いや、ちょっともう特別に用意しておきました。7000円です、うん、そんな7000円誰払うのありがとうございます
嘘でしょ。いい経験すぎる。かわいいな二人。いや、かわいくないんだよ。かわいいね、話ですよ。いや、もう、あとね、だから、すごい、だから最近やっぱ勘違いされてるなと思うことがあって、はい、まあそういう件もあったし、今回こういうふうにレストラン行ったとかになったらさ、俺、田中は好きなの。はい。はい、同郷の広島出身だしね。うん。吉村と俺仲良くないの。え、あれイメージないですよ。別に飲み行かないし、その、はい、ほんと正月旅行と今回これ、はい、半年ぶりに飯行っただけなの。それぐらいなの。それ結構、はい、スタッフの人とかが仲がいいと思ってて、はい、うん、いや一視聴者もあります。思ってます。はい。僕らも。仕事が多いの結構一緒の、はいはい、でここでさ、やっぱ聞いてる人に言いたいのよさ、はい、俺全然好きでもないし仲も良くない、はい、から、はい、そんなに仕事一緒にしたくないっていうことを今日ちょっとここで発表させてください。こんな公明正大にもうヒロミさんは全然僕は一緒に仕事する大歓迎、抱き合わせやめます。吉村、はい、NG です。いや、また来ますってその